はい、どうも皆さんこんにちは、ナポリンです。今日やっていくゲームはスパイダーマンのパート2番をやっていきたいと思います。前回ね、めちゃめちゃボスキャラっぽい、名前なんだっけ、キングピンっていう敵を倒したんで、やっとなんか私生活の方に移るのかな、スパイダーマンの。ちょっとストーリー進めて、スパイダーマンの私生活はどんな感じなのか見ていきたいと思います。やっていきましょう。よし、じゃあ目的地は結構遠いね。ほいほい。お、なんかね、スキルっていうのがあって、ちょっとさっきスキル変えたんだけど、結構あれだわ、なんかスピードとかも速くなりそうだね、移動の。なんかいろいろね、試せることが増えてきてる。ほい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 。いけないとこがないもんな、このスパイダーマンって。それがすごいよな。ほい、ほらこういうさ、屋上とかも行けんだもんね、すごいよな。ほいほい。さあさあさあ、多分バイトの先輩みたいなとこに行かなきゃいけないよな。職場って書いてたな。よし、目的地はここかな。何があんだ、ここが職場なの。職場っぽさゼロなんだけど。すごい。始めてたんですか。じきに委員会のトップがやってくる。心配するな、開発したのは私だ、一人でやれるよ。制御装置か。あ、まずい。あ、止めた方がいいんじゃ。まだだ。博士。博士、怪我は。また失敗か。だがあと一歩だ。怪我は？いや、全部僕のせい。そのエネルギーレベルが予想以上でね。だが言い換えれば、これも研究が進んでいる証だよ。そんな風には見えませんけれど。本当だ、次こそは。先走るのはやめましょう。場所を変えてお話できます？ピーター、今日はもう帰っていい。でもまたゆっくり話そう。ほんと最悪、制御装置が効かないなんて。博士には休めって言われたけど、原因を確かめなきゃ。すごいね、なんか普通の職場だと思ったっけ、研究室みたいなとこで働いてんだね。ああ、ひどい姿になっちゃって。何がまずかったのかな。これをチェックしてみっか。オクタビウスって書いてたな。なんだこれ。サーボコントロール網に損傷、サーボモーターを接続、電圧コントロール。全部失敗しなかった。回路が焼けてる。くそ、僕が事前チェックしてれば絶対見つけてた。これはこうして、こうして、こうして。俺こういうの得意なんよ。パズルみたいな。でも博士めっちゃ簡単やで。これもミスしてたの。よし、オッケー、サーボ制御のルートを変えてっと。こうでしょ、でこうして、これはダメだね、間違った。これを使ってみようか、いけそうだね。そうしてこれでこう立て、
あ、違うな。これ使ってこうしたらこれがこうなってこうなんですよ。よし。次はまだあんの？長いな意外と。そしたら今度は電圧を再調整。ここでプラス1、マイナス1、プラス2。目標電圧に足りてないのか。したらここもプラス2か。よし。あーなるほどね。これで3つとも成功したってことか。それじゃ試してみるか。新品同様。よーし、なんか活発に動くようになったぞ。あとは博士のところ行ってみよう。博士は機種用の素材をテストしてたんだ。そういえば研究成果をレビューしてくれって言ってたっけ。今やっちゃおうかな。これか。博士は義手の新しい素材をテストしてたんだ。あー、当てはまるやつ埋めていくって感じか。こう、あー当てはまるね。これがこうでしょ。すっげー簡単だ。おい、よし。ハイドロゲルとポリマーの合成素材、強力だけどインピーダンスが高い。他の素材探した方がいいって伝えなきゃ。あとはこっちか。よし、これ以上ヘマしたくないし今日はもう帰ろう。スパイダーマンに戻ったけどボロボロなんだよなスーツが。お、スパイダーマン、こちらユリ。フィスクはもうライカーズ。ライカーズじゃない、あいつはビッグ待遇されるらしいから。ラフト刑務所。ああ、スコーピオンやエレクトロと一緒ってこと。フィスクもついに大御所の仲間入り。ちょっと署に寄ってくれる？問題が起きてあなたの力を貸してほしいの。君のためなら喜んで。すぐ行くよ。なんか今左下にボスのなんかシリーズみたいなのあったぞ。なんだ、倒すのかあいつらを。うん、ファクトニュースの最新号か。僕の大ファンはフィスクの逮捕をどう思ってるのかな。ジェイムソンのファクトニュースへようこそ。リスナーとこの町の問題について語るのはおなじみビューリッツァー賞を受賞した。二度な。二度も受賞したデイリービューグルの元編集長だ。本の宣伝。そしていつも通り彼の著書スパイダーマン脅威か悪党かを放送の24時間以内に。ラジオにも流れてるぞスパイダーマンのこと。汗名は書かないからな、調子に乗るなよ。よし、諸君、ジェイ・ジョナ・ジェイムソンのファクトニュースだ。世界にあふれる未知の脅威についてお知らせしよう。早速電話をつなぐぞ、しゃべって。スパイダーマンはウィルソン・フィスクを倒したんだから敬意を払うべきじゃないか。おー、だってギャングのボスが減ればみんなハッピーだろ。なるほどな。それで君は警官か検察か、それとも私のような百戦錬磨の受賞歴のあるレポーターか。なんか嫌味っぽいレポーターだなこいつ。なるほどな。じゃあ黙ってうちのトイレを直してろ。暗黒街のボスについての豆知識だ。一人消えるとたちまちジャージに金のチェーンをジャラジャラ身につけたチンピラどもが次なるゴッドファーザーの座を狙い出す。ギャングの構想を開始ってやつだ。だがあのウェブヘッドが気にすると思うか。なきゃない。テレビに映ることしか気にしてない男だぞ。はあ。でもおかげで手数料なしで同感が手に入る。だから構想が始まるまではウェブヘッドの味方だ。仕入りマフィアにそいつを3倍の値段で売りつけられたり足をへし折られそうになればそのくだらない考えも変わるだろう。じゃあな。見てろよジェイムソン、絶対僕のこと認めさせてやるからな。そのうちね。スパイダーマンのアンチなんかあのレポーターは。うい、着いたよ目的地に。あー落ちちゃった。ふいふい、オッケー着いた。こっから入るのね。禁煙したんじゃなかった？なんて言い訳してここに来るの？くだらない話し合いには飽きたって。なるほど。で、
話って、パーティーにエスコートしてほしい？白黒のスーツあるの？あー、パーティーなんてないわよ。オズコープの監視システムに予算使い果たしたし。あれ便利だよね。そうね、1時間前まではシステムがダウンしたの。街中根こそぎね。なんで？メインサーバーが妨害されてるらしくて、どのタワーもオフライン。ふん、スパイの仕業かもね。犯人探しは後、今はタワーを復旧させないと。急いでね。それで僕呼んだの？ああ、ロマンチック。雑用だ。信頼できる人が必要だったの。それに信号が暗号化されててお手上げなのよ。うん、やりがいありそう。壊したら弁償よ。信頼してるんじゃないの？町のこのタワーを見てみるか。機械を直していく感じか。周波数が変更されてる。やるな。あー、なるほどね。これうまくやるしかないのか。あ、こっちでこうして、どうだ。よし、いった。 OK、 治ったでしょ。うんうんうん。タワーがオンラインに戻ったみたい。さすがね。見かけ倒しじゃないでしょ。ともかく他のタワーも直してくれない？もちろん。ねえ、ところでさ、直す途中でタワーに同期したら近くの犯罪データが送られてきてさ、この辺で窃盗が起きてるみたいなんだ。ちょうどいい、近くに部隊がいるわ。いいって、僕が行く。ほい、そこにいるのね。なんかボスの大元がいなくなったからチンピラが増えたんかな、こういうやつら。やれ、見張ってろよ。やったるか。鍵忘れたって感じじゃないよね。ほい、オッケー。ほい、いたー。いった、待ってよ、べ、HP が急になくなるやん。おら、よし、オッケー。ほい、ほい、いった。ほいほいほい、ほら、よーし、自然に倒した。 OK、 よし、退治完了。ありがとう。今度は近くで暴行事件ね。ついてるね。まだユリ、君のお気に入り、こわもてだけど憎めないベテラン刑事の登場だ。え、ちょっとやめて、もうそれはやらないって約束。スパイダーコップ、次はここだな。めちゃめちゃ街中やんけ。よいしょ。垂れ込んだのてめえか。近寄るんじゃないよ。ああ、こいつだよ。近寄るなってば。やばいぞ。あっち行って。おい、騒ぐんじゃねえ。話してやれ。よし、いた。おれ、くらえ、おれ、おーいしょ。フィスクみたいなデブがいる。よいしょ、くらえ、おれ、おれ、くらえ、オッケー。町のものを使っていこう。これも使えるし、これも使えるんですね。で、これも使っちゃいましょうと。オッケー。手を出せばこいつを殺すぞ。なんちゅうことしてくれてんだ。オッケー。ほい。よし。大丈夫？もう大丈夫ですよ。やっぱりジェイムソンは間違ってたんだね。あんたは変わり者だけど、いいやつみたいだ。行く当てはあるんですか？心配いらないよ。あ、もちろんそうだよね。でも参考までにフィーストセンターっていう場所があるんだ。知ってるよ。施しはごめんだね。美味しいパンケーキがあるんだよ、町一番。母さんがよく作ってた。もう長いこと
食べてないけどね。行ってみるよ。ありがとう、スパイダー男。じゃなくてスパイダーマンね。上に登って次のタワーを探そう。人助けもしながらこういう町のさ修理とかもしていくのかな。何でも嫌やなマジで。ほい、登れ登れ。空高く舞い上がり、スパイダーコップは次の目的地監視タワーを探すのだった。あそこだ。それってナレーションのつもり？え、まさかあんなわけないだろ。スパイダーコップに手を焼く所長、二人の溝は深い。頼まなきゃよかった。この上かな。あったあったあった、この赤いとこだろ。オーケー、よし直すか。対応すれば犯罪以外も追跡できるようになるかも。これで波を合わせてオッケー。ちょっとずれちゃったか。よし、なんか周波数合わせるみたいな感じなんだね。オッケー、直った直った。お、なんか光ってるぞ。次なんだあそこ。成功。タワーがいろんな無線タグの信号を受信し始めた。この近くのはなんだろう。うい、なんだあれ。行ってみようか。ここだね。うい、ダメダメ、降りたらダメ。オッケー。なんだこれ。うわあ、びっくり。僕の高校時代のバックパックだ。そういえば追跡ドットを仕込んだんだっけ。 MJ との初デートの時のメニューだ。もっとおしゃれな店に行けてればな。盗んどるやん。気にしてなさそうだったけど。メニュー表盗んどるやん。まだいる？数ブロック先で強盗よ。スパイダーコップ、ね、了解。見た目は雲男でもハートは警官。ああ。おい。到着。金庫を開けろ。おら。やあみんな。スパイダーマンだ。撃て。おい。めっちゃ狭いとこで戦うな今回は。よいしょ、おれ、オーケー、よいしょ、オッケー。まだいる？こいつが最後か。オーケー、まだいるの？また来た。あのさ、バイバイ。仕事でもこのくらい頑張ろうとか思わなかったわけ？よいしょ、よいしょ、ほいほい。このね、なんか殴ってればいいだけだから結構楽、このゲームの敵。よし、大丈夫ですかい。それじゃあ次はチャイナタウンの最後のタワーを修理してくるよ。スパイダーコップが修理してくるじゃないの。いろいろ考えたんだけどさ、この仕事って体力勝負だろ。でもスパイダーコップはほらもういい年だからさ。期待通りの展開だといいんだけど。今日限りでスパイダーコップは芸術業から引退だ。はあ、嬉しい。飲みたい気分。それじゃあ今夜はみんなでスパイダーコップの思い出に乾杯しなきゃ。ユリ、あれ切れてない電話。感極まって言葉も出ないけども。よし、ここだね。で、あーちょっと高すぎるからこれぐらいでもうちょいこうかな。オッケー、よーし。目的は達成かな、とりあえずの。まずいな、胸毛が写真に写っちゃったらかっこ悪い。スーツの修理道具はラボにあるな。博士がもう帰宅してるといいけど。行ってみっか。もういないのかな博士は。
博士は家に帰ったみたいだな。スーパーヒーロープロジェクト開始っと。どこでできんだ？ここか。これ自分のラボなんだろうか。ほい。ボロボロやん。パーカー。オクタビアス博士、それなんですか？中国料理だ。君がいると知ってたら。それは？ただの趣味ですよ。早速バレんのかな、スパイダーマンだって。そうか、君が。なんていうか、これは隠さなくてもいいんだよ、パーカー。説明させてください。もっと早く言ってくれれば。言いたかったけど、でも噂が広まれば家族に危険が。そうだな、彼のスーツを作っていることがバレれば当然君も狙われる。ええ、そうです。あ、なんか変な勘違いしてるぞ。スーツ作ってる人やと思ってるわ。私は行くよ。あれ、弁当くれるんじゃなかったの？メールを見て。解雇通知じゃなきゃいいけど。はい、ということでご視聴いただきありがとうございます。スパイダーマンってあれだね、敵を倒したりとかもあるんだけど、街の修理とかもなんかやってんだね。なんでもやだわ。ということで、この動画が面白かったなと思ったらチャンネル登録と高評価、あとは概要欄の方にツイッターのプロフィールとかも貼ってあるんで、よかったらそっちの方のフォローもお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。